皆様こんにちは、ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレセニーボタンでございますけれどもですね、さあ今回なんですが、まあもはやね、ストリートファイター6の実況プレイ動画とは何ぞやという話になってきてしまうんですが、まあこれも200話以上やっていてネタがないゆえの企画ということでね、なんとかご了承いただければなというふうに思うんですけれども、実は格闘ゲームにはですね、世界一の祭典エボリューション、略してエボっていう大会がありましてね、これがアメリカのラスベガスで行われているんですが、自分はですよ、2014年2015年2016年と出場させていただいたんですよね。でこれが世界一の大会とは言っても参加費さえ払えば誰でも出れるんですよ。だからまあ記念参加的な、参加にはなったんですが、まあ、結果としてはですね、まあ、かなりいい結果になったんですよね。自分が出た初年度は2000人、次が3000人、その次5000人とね、まあ、スト5の発売年だったんで、それだけの出場者がいたんですけれども、自分はですね2桁順位を全て達成しているんですよね。ちょっと細かく覚えてないんですが、最初は33位タイ、次が90何位タイ、その次もね70、80、90何位タイみたいな感じが一応なっていたんで、まあ結構ね、その素人ゲーマーとしてはいい結果だったかなっていうふうに思うんですよね。だって初年度にって言ったら梅原さんよりも順位が上だったわけですから、まあ、十分検討できたんじゃないかなっていうふうに思ってます。でこれなんで検討できたかというと、自分が上手いからじゃないんです。これは謙遜じゃなくてエボの上位に立てるような人間ではないんですよ。ただ格ゲーへの取り組み方がですよ、まあ他の人たちってみんな真面目に謙虚に着実にやり込んでるじゃないですか。違うんですよ、自分はもう本当にエボに関しても1週間前ぐらいまでなんかストリートファイターちょっと触ってなかった時期だったりしたりとか、そんな中でですよ、相手に対してこの人こんな攻撃食らうんちゃうんですかみたいな、なんかそういうのを当てていくっていうタイプなんですよね、自分は。だからやるべきことっていうのは投げとかで、今ジュリで言ったら一番安いコンボ、おっとこれだって高いコンボいけるんですよ。だけどチューチューほーらみたいな、もうそんなんだけで組み立てていくわけですよね。ただエボっていうのはですよ、相手がどんな人か分かんないわけですよ。ランクマはもう少し相手の情報が分かるんですけども、海外の方ですからね。で向こうからしてもなんだこのメガネかけたジャパニーズはっていう風になるわけで、そういうこうなんかこうお互いがよく分からない中でガッチャンコした時とかに本領発揮するタイプなんじゃないかなって自分では分析してますよね。特に自分の戦い方独創性が高いんで、それがうまく刺さってくれたと、まあ、いうことだと思っております。はい。でそんな中でですね、エボっていうのはランダムにピックアップされた選手が配信台っていうのに立つことができるんですよね。でこの配信台に立ちますと、それが、まあ、全国放送される、インターネットですね。で自分はですね、2015年と16年に関して、あれ14年、いや14年はないですよね、15年と16年に関しては配信台に乗ったんですよね。なので今回はですね、その配信台の動画をちょっとね振り返ってみようかなというふうに思っております。でこれスト6に関係ないじゃんと思われるかもしれないんですが、どんな考え方で対戦をしていたかっていうのをちょっとね、お伝えできればなっていうふうに思っております。じゃあ対戦いきましょうかね。で今回まあスト6の動画ですから、スト6の対戦やりながら、まず最初2015年のエボ、対戦相手の方はこれプール決勝ですね。プールっていうのは4勝すると抜けることができまして、そこからはもう、トーナメントになっていくんですけれども、まあ、いわゆる予選ですよね。でそのプール決勝で、あそれこそ対戦相手の方チュンリーだったんですよね。で対戦しながら相手の方がそんなにめっちゃ強くて、その圧にやられちゃうという感じではなかったんですが、初めての配信台ってことであまりも緊張していたせいで、かなりですねその動きというのが硬かったんですよね。だからそのもうとにかく戦いながらずっと自分の動きを取り戻そうとしてましたよね。本当にそれにつきますね。だからなんかこうベガっていうのはもっといろんなことができるわけなんですけど、ちょっとね今回にその時に関してはそのね、なんか攻め的な行動が全くできなかったですよね。きつい、よかったです。
で、だからもうずっと呼吸を整えるために、当時使っていたベガってキャラクターはすごく逃げ技が多いキャラだったんですよね。だからそう、逃げ技をもうずっと繰り返してなんとかね、それで。でも結局なんかね、相手の方もその自分の動きに翻弄されてくださったんですよね。それのおかげでなんかね、その動きを直すことなくそのままやってもよかったっていう感じでうまくいってくれましたね。相手の方どうした？すごい、なんかガチガチいきましたね。はい、まあせっかくですから2先でいきますか。ジュリはですね、今日おそらくスト6を生放送するんですが、まあそこでマスターにしようというふうに思っており、かなりレートも上げてきてますね。ただね、なんかあの調子乗ると自分からバーンアウトしちゃうんですよね。それがこの状態です。なので受けの動きをすると、板タッチ、またバーンアウトしますよ、ほらバーンアウト大好き芸人。ダミシャアなしですね。ちょっと楽しくなっちゃってますからね、バーンアウト。素晴らしいコンボ、エリスッキーいいですよ。相手のことバーンアウトしてくれた。タッチガードまあ距離をね調節したくなりますと前後歩きをしてしまう、つまりタッチガードになっちゃいますよね。安すぎんだろラッキー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 、あいてガーキャンなんかしちゃうが、ガードされて、あ、やばいわこれ、お互いバーンアウト式。どうしよう、ほっ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 、あっやりすぎた、どうしよう、どうしましょうね。当たってくれた、ラッキーでございました。というわけでちょっと長くなりましたけれども、スト6の対戦を終え、そしてスト5、いやさスト4のエボのプール決勝の動画をご覧ください。まあ、先ほどねお伝えしたようなところ着目していただければと思います。All about putting up that wall of buttons as Chun. You saw he already was trying. Stand strong. Nobody does that forever. Yeah. Yeah, this is a. Bison really wants to control the ground. But like you said, Hadouken MD wants to really set up that wall. Not let him get comfortable throwing out stand forwards, stand roundhouses, and scissors kicks at will. Oh, wow. What a chase down.You know, you keep wanting to expect that to turn into a head stomp, but it hasn't yet. Yeah. That's an escape. Stop the focus there. Woo! I really like his mobility with Bison. Mm-hmm. Staying tricky. Yeah, he is tricky. He is tricky. With a character that is typically played as a very grounded, buttonsy, sort of mid-rangey character, and then maybe you get scissors pressure.But it's very, it's none of it is unconventional typically, so it's cool to see an unconventional style. Okay, Hadouken MD finds his opportunity. And then just like that, oh wow, good read. Both of the
these guys really having a pretty tough time sticking to each other. There's a lot of glancing hits. Yeah, for sure. Sento's getting the best out of the damage exchanges. There it is again. And he's used his meter for them. Meanwhile, Hadouken MD with 3 meters. Oh, trying to make something happen. That was pretty cute. Oh, turn it into, oh, saves it, saves it. Not able to get that teleport. Oh, what a good read. Definitely going to want to be able to punish that wake up teleport, and that might have been the end of things. Very elusive, very tricky style of Bison from Sentos. Yeah. You see Gustavo talking to his buddy there. He's going to air quite a bit. Jump roundhouse. He might look for air grab. Okay. Try to get something off of it. Yeah, just very unconventional movement. Even teleport like that in footsies, you never see that. And I mean, how rare has the scissors kick been? Yeah, that hasn't really been his game, huh? Anti-air is clean. He'll take that. Oh, yeah. Option selecting. This guy is prepared. Oh, all right. Maybe a chance now for Hadouken MD coming in. And no, just the escape. Another chance. Okay, there it is. That's exactly what he needed. Easy OS, catch the back dash, and EX legs. Might have been out of meter, Santos. Oh, here we go. Those slides are just really interesting because, I don't know, maybe he's doing them at max range, but you see that so rarely. Right, he's out and then he's right back in. You're not expecting it. That's more of that tricky style of Bison, which is very uncommon. Yes. Oh, didn't seal it. Again, it's not headstock. You keep thinking it's going to be a headstock or else just like a fake doubles at some point. It hasn't been. Sticking to it. Yeah. Oh, yeah, Hadouken MD starting to let himself get taught. He's giving a lot of deference to the EX Psycho on Wake Up. A lot of neutral jumps and a lot of back jumps. But Sentos has recognized that, and he's gone to that head stomp EX version and got a lot of damage off of that exchange. Oh, that big jump. Oh, walking up for the grab. Still coming with the grab. Get away once. There's another waiting for you. It's match point, Sentos. Yeah, again, you see Hadouken MD keeps walking backwards in expectation of that turning into something other than just doubles first. And it's just so unusual to see. He's staying so unpredictable from Hadouken MD's point of view. I mean, what was that, the first scissors kick that we've seen in a couple of rounds, and it was a reversal light out of a block string, walks up and grabs the crouch roundhouse. Just stuff that you're not used to. Yeah, absolutely. Okay, well. I mean, this neutral jump strategy, it might even serve him a little bit better with another character in this matchup, but she's got a lofty jump, so it's even less time, or more time, rather, to try to get the punish. Wow, she won this time. Surprise. You don't see that very often. Oh, he got it. Said it, you know what, they've already shook hands. That is it. So winner's finals, that means that Sentos moves on. And Hadouken MD is going to try to qualify out of losers. Nicely done from Sentos. はい、というわけでですね、スト4のエボをご覧いただいたわけなんですけれども、まあ、その緊張感ゆえにその緊張をほぐすために一気に攻めるのではなく、まあ、逃げの選択肢を多くしたみたいなお話はね、先ほどちょっとしたんですけれども、まあ、それにしてもむちゃくちゃな動きだったと思うんですよ。まあ、あれ実際あんなもんです普段も自分はあんな動きを、まあ、してたりもしつつ、まあ、それにしてもねちょっと攻めなかったりはしたんですが、まあ、それゆえ相手の方も混乱してくださって、結果的にはストレートで勝つことができたという対戦でありましたね。やっぱりね家じゃないんですよね。そう、家じゃないから、まあ、そういうその緊張感があるっていうところは見ている方はねちょっと 100% 分かりきらないところもあるかもしれないんですけれども、まあでもね、そういう中で
じゃあ自分のパフォーマンスをどう出すかっていうことがとても大事になってきて、それはやっぱりプロゲーマーは結果出るけど、プロ級に上手いアマチュアの人が意外とエボで結果出ないっていう、まあこういうね、ことがあるんですけども、まあそれはだからその理由がこの力を出し切れないっていう、そういう環境だってことですね。まあ、ぜひね、そういう事情は知っていただきたいなというふうに思いますね。やっぱり大会行ったら勝てねえんじゃん、こいつ雑魚じゃんっていう話じゃないんですよね。で、逆に言うと自分みたいなタイプが実力順に勝ててしまったりするみたいなところもあるんで、まあ、ちょっと面白いところですよね。で、続いてお送りする対戦なんですけれども、今度は2016年エボのストリートファイター5の大会ですね。これもねプール決勝になっているんですけれども、対戦の方がいぶき で早い段階で、あ、相手の方硬いしちょっと、まあ、やっぱり今の自分の方がおそらく強いなと思えたわけですね。でもう配信台もその去年体験してましたんで結構余裕もあったんですよ。だからあの伸び伸びと比較的戦えてるかなっていうふうに思いますね。細かい技術はもちろん拙いものがあるんですけれども、まあ、スト5において最初の環境ではレインボーミカっていう自分の使っていたキャラは非常に強キャラだと言われていたんですよね。まあ、なので、まあ、いろんなものが相まって勝たせていただけたというところです。無理です。ラッキー。なんかね、ジャックキックの効きが悪くて今も投げだったんですけど、コパになりましたね。こういうなんかボタンの掛け違いで一気に負けちゃいますからね。今投げてましたね。有利フレーム相手が取った時に放していくと、バウトしてますよ。ああ、素晴らしい連携。そうですね。で、注目してもらいたいポイントとかは、まあ、あんまりないんですけど、なんでしょうね。まあ、伸び伸びやれたっていうところで、多分ね、それが伝わってると思うんですよね。ミスちゃった。OK です。絶対上入れてます、相手の方。火を消せめしにね。マッケーで対空上レッパってことが分かりましたね。そうだからエボでもね、やっぱりその相手の人がどういうことが苦手なのかっていうのを見つけることがすごい大事だったかなっていうふうに思いますよね。じゃあ実力は5部でもそこを先に見つけた方が勝ちますよね。おいしい、食らいすぎだろで、あとブッパーも 100% 食らってくれますよね。ラッキーなことです。連戦相手の方がやろうって言ってくださるならやっていきましょう。ぜひですね、だからエボは皆さんにも出ていただきたいなっていうふうに思いますよね。ただまあそのね、やっぱエボはあのアメリカ旅行になりますんで、参加費も1万円ぐらい確かかかったと思うんでね、まあおそらく今の物価ですと、まあ、50万ぐらいないとダメなんじゃないかなと思いますんでね。まあちょっと金に余裕があればというところでしょうかね。間違えちゃった左右どうした中継が効かない。中継当たる、ドツボですね。これ変になんか丁寧にやろうとしない方がいいや。ジャンプ攻撃、ドライブラッシュみたいな雑な行動で倒しきりたかったですね。でもね、まああと1回ぐらい行ってみたいですけどね、どっかではね。ウェイリーブッパしないですよね。やっぱその例えば流儀で自分はブッパしないとか決めていても1回見せないといけないっていうところありますよね。
じゃあこの人は置き詰めし放題じゃんってなっちゃいますからね。そう、相手に選択肢を見せるっていうのがとても大事な、まあストリートファイターシリーズに限らないですよね。鉄拳とか、まあ、バーチャファイターとかギルティギアとか全てにおいてそうだと思うんですよね。俺には8つの選択肢があるぞ、君はどうなんだいって問いかけていくことが大事なんですよ。どんなに強い択だとしても2択しか持ってませんってバレてたらガードか投げ抜けかで全て済んじゃいますからね。なんかうろうろするとかそういうこともねちょっと入れてったりすると面白いかもしれません。では、まあ、あんまりね語るとこもなかったんですけども、2016年のエボのプールの決勝対戦、相手の方はイブキ、自分はレインボーミカの対戦です。ご覧ください。あ、でそのまま終わりたいと思います。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。Early on, we feel, oh, this character is not that great in foot season. Then later on, she starts to seem a little stronger. I know some people who believe that that's going to be the case, although others think that she's just not that great in mid-range in general. But certainly she has good strengths, and her air approach game is good. Great damage and mix-ups. I mean, great mix-ups, maybe. I've heard that it's that all about that towards roundhouse. That move has so much priority. And yeah, I mean, it's got a good hitbox, but... You know, it's minus 2 or minus 3 on block. Can't spam it at all. It's whiff punishable on... You know, it's all right. Right. All right, well, in the corner now. And this is where problems come for Ibuki. Stunned just like that. Gonna throw her right into the corner. Oh, missed the reset option. But it doesn't even matter. Just goes right back in there with low short jab into Flying Peach. Takes that round. I really like Simplicity's play. Oh, well, maybe I'm able to get the counter hit or the meaty combo, whatever. Trying to get in there. You know, we really haven't seen Ibuki mix-ups. I mean, for that matter, we haven't seen her defensive options. She has, you know, a three-frame tool. She has three-frame dragon punch. EX DP is invincible. She's got some stuff. Yeah, but none of that has really come into play yet. Here comes some bomb set up. Hey, got her, yep, but... Wasn't close enough to be able to take advantage of it, unfortunately. Here he was, still has one bomb left to toss. Oh, but not gonna get to it. It's gonna be the command throw. Asking Nadeshka for some help. There it is. Sentosu taking first game. He looks good. Yeah, I wonder. I mean, look, obviously, Ibuki is not Atlas's first main character, right? So maybe he's gonna change characters. Nope. Gonna stick with Ibuki, gonna run with it. Ooh, not fast enough to punish that. Ah, no anti-air. Back strong is a good one. Ah, regular uppercut. Ooh, okay, that sweep could have been punished a lot more than that. Goes in there, teleport dashes for the throw, but good tech, and now Sentosu's getting mixed up. Ooh, but Ibuki's jump is just too high and floaty. Okay, here we go. Gonna be able to. Ooh, for a throw reset instead. I like it. Mika getting the knockdown. That hasn't worked any of the times. Oh, that was too far for the explosion to hit. Yeah, how about that? All right. Just aimed the wrong one, perhaps. Maybe the middle one would have connected, but. So we're seeing Sentosu really make quick work of that crouching strong into command dash. Been throw tech, but then also just there, it was toward medium kick on its way over. That's really cool to see. Okay, there we go. We finally saw that EX uppercut using the invincibility there. I like the range, standing right outside of the dropkick range. Pressure, well, had a chance to anyway. Yeah, Sentosa's done a really good job mixing between regular jump attacks and the body press. It's really throwing Atlas's game off. Yeah, nice. Got it meaty enough to combo. That could have been big. Could have been the round and the match. Here it comes. Really? Grab just like that? Nice. That's guts. Yeah, look at that expression from Atlas. Worried about Nadeshko, but then all...